メリカは異次元だったぜ。どうしたのよマリサ？まさか、アメリカ人のイケメンと。は、何の話だ？アメリカの軍事力は異次元だという話だぞ。なんだ、アメリカ人のイケメンと遊戯王でデュエルしたのかと思ったわ。どんな状況だよ。ということで今回は、アメリカの主力兵器は質と数がヤバいをお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、アメリカ軍の軍事パワーは異次元なんだ。ふむふむ。そもそも、2001年と比べて、第4、第5世代戦闘機の数が14倍、近代的な駆逐艦、フリゲートの数が5倍、という破竹の勢いなのが、アメリカの敵、C国軍最新装備の増加率なんだぜ。C国の話かよ。まあ、ここ最近、C国は兵器の数、そして質のどちらも向上させ、現状すでに多くの装備の近代化が完了しているからな。どんどん強大になるわね、C国。一方、世界最大の経済力、そして最強の軍を持つアメリカが、どうにかこうにか C国の前に立ちはだかってくれているから、世界は今日も平和なんだ。皆さん、世界は今日も平和です。今回は、日本とアメリカの兵器装備を比較し、アメリカの軍事力を実感したいと思うぜ。お願いね。まずは海の戦力、海軍からだ。日本は将来的に護衛艦の総数54隻体制を予定していて、そのうち空母は4隻保有の予定なんだぜ。どんな空母が？そのうちの2隻は排水量1万9000トンの重型で、航空機のうち、ヘリ乗り発着が可能な空母だな。もう2隻が出雲型で、排水量は2万6000トン。ヘリ以外にもステルス戦闘機 F-35 を搭載する空母だぜ。確か、F-35 は垂直離着陸可能で、小さな出雲型でも運用可能なのよね。その通りで、移動式の航空基地を日本が持つことで抑止力は向上するわけだぜ。アメリカはどうなの？アメリカは、10万トンという桁違いに巨大な原子力空母を11隻配備しているんだ。10万トン。また、原子力空母という名前の通り、動力源は核分裂を利用する原子炉を搭載しているんだぜ。アメリカの空母、強い。だが、いくら強い空母でも、1隻保有するだけでは作戦に空白期間が生じてしまうんだな。え？なんでなの？なぜなら空母は定期的なメンテナンスが必要だからなんだぜ。空母のメンテナンス？ああ。空母は1メンテナンスに訓練3実戦配備のローテーションを順番に行い、時期をずらすことで空母が不在になる期間をなくしているんだ。ふむふむ。つまり、常に1隻の空母を実戦稼働させるためには、最低3隻の空母が必要なんだぜ。ローテーションのサイクルって、どれくらいかしら？このローテーションのサイクルは1約半年間作戦を行うに1年以上のメンテナンスを行う3、1年ほどは待機するというサイクルになっており、アメリカ空母全体の稼働率は 25% ほどなんだ。あまりにも稼働率が低いように感じるんですけど。だが、これ以上稼働率を上げると、その瞬間の瞬発力は上がるが、後々付けが回ってきて、多くの空母がメンテナンスで稼働できなくなってしまうんだぜ。そんな事態によって、稼働率が低いということは、緊急作戦にも柔軟に対応できるということなんだ。稼働率の低さは装備や軍の余力というわけね。その通りで、アメリカは稼働率を下げ、余裕を持たせることで必要な時に必要なだけの戦力を現場に派遣する能力を保持しているんだぜ。さて、そんなアメリカは空母派遣の目安として一つの基準を設けているんだ。ほほう？それが、30日以内に世界のどこでも空母6隻集結、さらに90日以内に追加で2隻の空母を派遣できるというものなんだぜ。なん、だと？普段から、定期的なメンテナンスや訓練を適切にスケジューリングすることで、いつでもどこでも命令一つで6隻の空母を瞬時に集める体制には驚くよな。驚きすぎて、鼻水出たわ。そっちの方が驚きだぞ。ドン引き。まあ、アメリカは巨大空母以外にも、日本の空母よりも巨大な強襲揚陸艦を10隻体制で運用予定なんだ。しかも、強襲揚陸艦も空母に準ずる運用を行っており、空母と強襲揚陸艦を合わせて、アメリカは世界中あらゆる地域に強大な軍事力を迅速に投入可能なんだぜ。アメリカ強すぎん？強すぎるよな。続いて戦闘艦だが、水上艦は主に3種類に分類できるんだ。確か、最も巨大な船が巡洋艦、中規模な船が駆逐艦、小型の船がフリゲートよね。上出来だぞ霊夢くん。えへへ。だが、日本は巡洋艦に分類される艦船は持っていないんだ。一方、アメリカは巨大な巡洋艦を24隻保有。だから、アメリカの巡洋艦は空母を護衛する船団の中でもボスのような位置づけなんだぜ。ビッグボス。また、駆
駆逐艦に比べてより処理能力が高いコンピューターを搭載し、イージスシステムを他の艦船とリンクすることができるんだ。つまり、巡洋艦と駆逐艦で情報を共有し、統合、強力に空母を護衛しているんだぜ。日本はどうなのよ？日本は駆逐艦と同レベルの護衛艦を36隻保有しているんだ。そのうち8隻はイージスシステムを搭載しているんだぜ。なんだ、日本も強いじゃないの。しかし、アメリカは駆逐艦を現在70隻運用。近い将来は90隻体制になる予定なんだぜ。さあこれは勝てませんわ。その中で特殊なステルスカンズムボルト級を除くと、アメリカの全駆逐艦は強力な防空力を持つイージス艦だしな。さあ、もうやだアメリカ、強すぎるんだもん。また、日本は合計8隻のフリゲート艦に相当する護衛艦を保有しているんだが、そのうち6隻は旧式で戦力は低くなっているんだ。あんまり強そうじゃないわね。一方、フリゲートよりも若干サイズが大きく、駆逐艦とフリゲート艦の間ほどの戦力を持つ。最上型護衛艦を現在2隻、将来的には10隻前後の配備を予定しているんだぜ。ほ、ちょっと安心したわ。一方、アメリカは最新コンセプトのフリゲート、沿岸海域戦闘艦を22隻配備しているんだ。おまけに、アメリカの沿岸海域戦闘艦はフリゲートといっても3000トンという巨大な船であり、船体が巨大にもかかわらず、最高速力は40ノット超えなんだぜ。なんそれ？ミサイル艇よりも高速やんけ絶望。そして、船体はステルス構造になっており、見た目通りまさに最新の軍艦なんだ。なんなのよこの動画？アメリカ慢性動画？そんなわけじゃないぞ。そもそも、これだけ強い一方、沿岸海域戦闘艦にはいくつかの問題も浮上しているんだな。なになに？それは、また、引っ張るのか。まず、初期に生産された沿岸海域戦闘艦は設計よりも横幅が広い、ふっくらとした構造のため、要求速力を出せないことが判明しているんだ。でも、初期に生産した船はすでに退役しているわよね。だから、今の船で頑張らなくてはいけないわけだぜ。また、最大の問題が中途半端な戦力だな。どういうこと？そもそも、対艦ミサイルを持たない船やゴムボートのような小さな船に対しては強すぎる一方、最新対艦ミサイルを搭載する駆逐艦に対しては弱すぎるんだぜ。これで弱いとか、どんなレベルだよ。だから、現在アメリカは沿岸戦闘艦にどのような役割を与えるかを検討しており、新しい戦い方が発表されるかもしれないんだ。十分強いけどね。お次は、輸送艦だぜ。輸送艦は車両や兵器を運ぶ専用の船のことで、日本は他国のドック型輸送艦にあたる艦船を3隻保有しているんだ。ふむふむ。排水量1万4000トン、全長178ムトとかなり巨大であり、甲板が船全体に広がるほど広大なスペースを持っているんだぜ。なんだ、強いじゃん。さらに格納庫も巨大で、トラックを65台、戦車を18両一気に運ぶことができるんだな。一方、アメリカは？一方、アメリカの規模は桁違いで、2万6000トンという巨大なドック型輸送艦を23隻運用中で、さらに3隻追加予定なんだぜ。やっぱりアメリカ慢性じゃないか。さて、潜水艦についても見ていくが、日本は広大な海を守るために潜水艦は多数保有しているんだ。確か、現在22隻くらいあるのよね。くらいは余計だが、最新型ではエネルギー密度が高いリチウムイオン電池を搭載し、海中の速力と航続距離をアップしていて、最新技術を反映した新しい潜水艦を次々に投入しているんだぜ。これはアメリカに勝ったでしょ？対するアメリカは潜水艦の総数は68隻で、すべてが原子力型であり、通常型潜水艦に比べて海中の移動速度は圧倒的に速く、その速度は水上艦を上回るんだな。ふぇ？やっぱりかよ。アメリカは圧倒的な機動力を持つ潜水艦で世界中の海中脅威を排除しているんだぜ。空は？空の戦力なら勝てるでしょ？それでは、まずは戦闘機から。日本の主力戦闘機は F-15 で、F-22 が登場するまで世界最強であり続けた戦闘機なんだぜ。その他に F-16 を対艦ミサイルが4つ搭載できるように改造した F-2。そして最新の第5世代ステルス戦闘機 F-35、この3機種を配備しているんだ。その数は合計は318機なんだぜ。勝った。一方、アメリカはもう異次元です。アメリカ空軍は2000機の戦闘機を保有しているんだ。ははは。そして忘れてはならないアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の存在だが、アメリカ海軍は戦闘機を720機保有、アメリカ海兵隊は360機保有しているんだぜ。つまり、アメリカ軍全体で3080機の戦闘機を保有しているの？その通りで、さらに緊急時に備え、一部の旧式の戦闘機を大量に保管しているという状況なんだ。
強い。また、日本は早期警戒管制機を4機保有しているが、アメリカは31機だぜ。でも、いくら戦闘機が強くても、エネルギーが切れちゃえば同じでしょ？まあ、そこで重要になるのが空中給油機だな。空中給油機は戦闘機の行動半径を約 1.5 倍増やし、戦闘機の戦力を間接的に向上させる効果があるわけだ。確か、日本は空中給油機を7機も保有しているはずよ。一方、アメリカは420機だぜ。よし。何がよし、なんだ、しかも、車両や物資、人員を空港や戦地に運ぶ輸送機も、日本は34機、対するアメリカは540機なんだぜ。ふむふむ。この他に、日本は保有していない大量の爆弾や巡航ミサイルを搭載する爆撃機をアメリカは140機保有していて、大陸間弾道ミサイルに関しても400発ほど運用しているんだ。なんですと？そして、アメリカは陸軍とは別に、上陸作戦などの特殊任務を専門に扱う海兵隊も持っているんだぜ。でも、日本は陸上自衛隊の中に、海兵隊のような任務を担う部隊を水陸機動団として持っているでしょ？そうだな。よって、アメリカは陸軍と海兵隊、日本は陸上自衛隊を比較してみるぜ。陸軍といえば、戦車だが、日本は戦車を540両保有しているのに対して、アメリカは2650両だぜ。数が違いすぎる。また、戦車とまではいかないものの、強力な砲で敵を撃破する装甲車、あるには機動戦闘車も日本は120両、そしてアメリカが4600両なんだ。おいおい。おまけに、火力は比較的限定ながら30ミリ機関砲などの連射を浴びせる歩兵戦闘車、そして沿岸から水の上を置いて移動し、陸に上がってそのまま攻撃できる水陸両用車だが、2つの合計は日本が990両、アメリカは4800両なんだぜ。逆に、どうやってアメリカに追いつくのよ。追いつけるかな。また、巨大な弾頭を遠距離まで発射する榴弾砲というものがあるんだが、日本は自走砲と野戦砲を合計400機保有しているんだ。うんうん。これに対して、アメリカは自走砲が1020機、榴弾砲が2150機、合計約3200機保有しているんだぜ。陸軍で忘れてはいけない戦車キラー、攻撃ヘリコプターも、日本の12機に対し、アメリカは710機だな。しかも、ヘリコプターと飛行機のいいとこ取りをした輸送機、オスプレイは、日本が9機、アメリカが310機なんだぜ。もうダメポ。まあ、こうして日本とアメリカを比較すると、アメリカの装備量はまさに一桁多い戦力を保有しているんだ。これほど強大な軍事力を持つアメリカと日本が同盟関係とか、勝ちですわ。ああ、このアメリカの圧倒的な軍事力と経済力によって、日本周辺の軍事バランスも安定しているからな。ここ最近、全世界の軍事バランスは変化してきているけどね。その通りで、経済力と軍事力を向上させる C 国の影響力と存在感が急上昇しているんだぜ。もう、C 国という脅威は、すぐそこ、玄関の外まで近づいてきているのよ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。